紀元前500年頃の墓山西朝の領域より、カッパドキア歴は現在のトルコにあるカッパドキア地方で用いられたゾロアスター歴から派生した太陽歴の一種。カッパドキアが墓山西朝の領土だった紀元前550年から紀元前330年の間に発明され、1年を12ヶ月と5日、1ヶ月を30日としていた。カッパドキア歴は ゾロアスター歴とほぼ同一の構成で、アベスター語による月の名前や順番も変わらない。カッパドキア歴が存在していたことは、古代末期のギリシア語文献で確認できるが、この時にはすでにユリウス歴が施行されていた。カッパドキア歴が、ハカーマニシュアサシハイカのカッパドキア州で発明されたことは明らかである。カッパドキア歴という呼び名は、 暦が使われた地域の地名に由来している。暦の起源については、定説が定まっていない。歴史家のヨーゼフ・マルクアルトは、紀元前490年に暦が始まったとしているが、言語学者のジャック・デュシェーヌ・ギルタンは、紀元前490年から紀元前480年の間とする説を、唱えている。カッパドキア歴は360日を12ヶ月に割り、 そこに5日を加えて1年を365日とした太陽暦である。カッパドキア暦はゾロアスター暦を有用性を保ったまま無法したものであった。カッパドキアではペルシア人が政治的な中心勢力であり続けたことから後継のカッパドキア王国などでも長くカッパドキア暦が生き残った。時代の経過や 方言の影響により若干の筆記上の相違点は見られるものの、カッパドキア歴の月名はほぼ、ゾロアスター歴と対応している。カッパドキアのペルシア人は、西イラン語群に属する古代カッパドキア語を話していた、ため、アベスター語よりも中世ペルシア語の気泡に近いという傾向が見られる。ただ、カッパドキアの形式がより古風で、アベスター語の形式に近いのも確かである。 カッパドキア歴は、カッパドキアのイラン系人の文化や宗教に、長きにわたり、影響を与え続けた。イラン学者、メアリー・ボイスによれば、カッパドキア歴は、中世ペルシア歴、パルティア歴、ソグド歴、フワーリズム歴、バクトリア歴、コアルメニア歴などとともに、初期ハカアマニッシュ朝が、すべてのゾロアスター教徒の族民に共通する時間、はじめさんを確立するために、 ペルシア人がもたらしたものであった。それが時間をかけて、現地の言語や方言の影響を受け、独自のものが形成されたのである。とはいえ、これらの暦は本質的にはいずれも、ほぼ同一である。カッパドキア歴は、古代末期のギリシア人天文学者たちの手で受け継がれ、4世紀までは、まだ知られていた。ボイスや歴史家のフランツ・グレネットによれば、 それぞれの暦の本質的な対応関係の正確さがカッパドキアにおけるゾロアスター教徒がカッパドキア歴を主要な企画として受け入れていたことを示している。彼らはアベスター語のティストリアを定理に書き換えるというような微細な修正をしているが、これは他の多くのゾロアスター教社会に影響を与えた。また本来アパムに対して捧げられる第八月の献身も アパムナパートが対象となっている。ボイスとグレネットによれば、ガツの献身という概念は明らかに、カッパドキア歴特有のもので、カッパドキアでア穴ヒターを、バルナの上に置くか否かという論争が行われた、可能性があるという。また、ボイスとグレネットは、こうした現象から、ハッカーマニシュアサシタで強力な政治体制が敷かれて、いたにもかかわらず、 地元のペルシア人聖職者がある程度の小規模な自治権を有していたことがわかると述べている。ハッカマニ長期に成立したカッパドキアレキは王朝滅亡後も長きにわたり存続していた。しかし、古代末期にはすでにユリウスレへの移行が済んでおり、カッパドキアレキは痕跡を残すのみになっていた。歴史家のサッシャスターンは、紀元前44年に、 ユリウス歴への移行が行われた可能性があるとしている。カッパドキア歴においてはユリウス歴でのウルービを追加する仕様に本来5日間の追加日を増やすことで対応した。このような暦のユリウス歴化が実施されたのはおそらくローマ勢力下の東方ではエジプト歴をも差し置いて初めてのことだった。ローマの影響下でユリウス歴化が行われても カッパドキアでの新年は、従来のペルシア系の暦と同様の時期に設定され、1年を12、1ヶ月30日に5日を加える構造が維持されていた。ありがとうございます。